ゆっくり霊夢よ。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、ちょっと聞いてちょうだい。どうしたんだぜ。最近、上司とよくカラオケに行くんだけどね。そのカラオケ、朝までコースが多くて、さすがのアイアンマン中の私も、体力の限界を迎え始めて、もう千代の富士状態なのよ。途中で帰ればいいじゃないか。いやいや、上司は絶対と教えられてきた私としては、途中で帰るなんて、そんな失礼なことはできないのよ。会を終わらせたいときは、蛍の光を連チャンで歌って、閉店ガラガラの気持ちをそれとなく伝えてるんだけど、全然効果がなくてね。そっちの方が、よっぽど失礼な気がするが。とにかく、このまま上司のカラオケに幽閉され続けると、小室の曲を全曲マスターしちゃいそうで、小室ファミリー入りも、現実味を帯び始めている状況ってわけよ。というわけで今回は、今後はステップアップできないケースが増える？日本人選手、欧州サッカークラブ、幽閉問題について語っていくぜ。またサッカー話きたー。私の、上司とのカラオケの話はどうなるのよ。こうならあんたも、カラオケ強制参加の刑に処すしかないようね。私の18番は、ブルーハーツの終わらない歌なんだが、それでもいいのかい？どい。そんなことより霊夢は、欧州のクラブに所属する日本人が、今何人いるか知っているかい？まあ、3、40人はいそうよね。いやいや、欧州の主要リーグで活躍する選手に限ると、それくらいかもしれないが、マイナーリーグや、各リーグの2部や3部リーグなどを含めると、正確なカウントが不可能なほどの選手がプレイしているとされ、少なくとも100人以上、多くて200人近い日本人選手が、欧州のクラブに在籍しているとされている。そんなにいるんかい？まあ毎年のように、小規模、中規模の移籍や退団が繰り返されているため、逐一追うのは不可能なので、あくまで、そう言われているという点を忘れないでほしい。にしてもすごい数字ね。そうなんだ。これだけの日本人選手がいると、多かれ少なかれ、現在進行形でトラブルが発生していたり、今後のトラブルが予想されたりと、語るべき問題は、山ほどあるということだ。なるほど。そして、その中で今回取り上げたいのが、日本人選手の欧州クラブ幽閉問題。幽閉問題？これは霊夢も知っていると思うが、日本だろうが欧州だろうが、選手はクラブと契約した上で、そのクラブで毎シーズン、リーグ戦やカップ戦を戦っているわけだ。そうよね。選手はクラブと契約しているということは、言い方は悪いが、その選手はクラブの所有物ということになり、クラブは、その選手たちの価格、通称、移籍金を設定している場合が多い。ほうほう。仮に別のクラブが、その選手を欲しがった場合は、そのクラブは、選手と契約を結んでいるクラブに、契約を解除してほしいという違約金。まあ、移籍金を支払う必要があり、これを支払うことで、選手を買うことができるんだ。ふむふむ、選手の価格は一般的に、市場価値として、目安の金額が決まっているんだが、中には、それをはるかに上回る金額を設定しているクラブもある。公に、この選手はこのくらいの金額ですよって決まっているのに、クラブが独自に選手の値段を決めている場合があると。そうなんだ。例えば、現在バルセロナに所属し、今年の欧州ナンバーワンの国を決める大会、ユーロで、衝撃的な活躍を見せた17歳の神童、ラミン・ヤマルの市場価値は、今年の7月時点で約205億円となっている。すげえ。しかし、今年の6月に報道された情報によると、彼の所属先であるバルセロナが設定した、ヤマルの契約解除金は、約1650億円に上るという。当然、そんな値段で同選手を買おうとするクラブは現れず、要するにバルセロナは、この金額を通じて、ヤマルは絶対に売らない、非売品であるということを伝えたいわけなんだ。なるほど、ヤマル自身も、バルセロナを離れる気はないので、言うなれば相思相愛の関係にあり、このクラブが決めた設定と、市場価値にいくら開きがあったとしても、特別大きな問題になることはない。そうなるわよね。ところが、その選手が所属クラブから出ていきたいと思った場合は、クラブが設定している額と市場価値に差があると、大きな問題になってくるんだ。例えば、市場価値が25億円の選手に、クラブが50億円の値段をつけると、移籍するのが、ものすごく難しくなりそうね。そうなんだ。実はこの現象に、過去に著名な日本人選手たちが悩まされたことがあり、選手はステップアップを望んでいるが、その選手はクラブの不動の存在のため、クラブは、選手を簡単に手放したくない。手放すにしても、クラブが設定した高額な移籍金を残していってほしいと。まあ、移籍ができず、幽閉状態となってしまったケースがあるんだ。なんですと？特に、日本人選手の場合は、
まだ日本人ブランドが確立されておらず、市場においては過小評価されがち。ただ、実力を知る所属クラブは、この選手の価格はこれくらいが妥当と、強気に出てくることも考えられ、今後は、日本人選手の市場価値と、クラブの考える価値に差が生じ、クラブに幽閉される、日本人選手が増えるかもしれないんだ。欧州で活躍する選手が増えれば増えるほど、その確率も高まるってわけね。ああ、そんなわけで今回は、過去に起きた、日本人幽閉問題の事例を振り返りつつ、直近の日本人幽閉問題を説明するとともに、この問題を回避する方法を語っていくぜ。まあ私も、前よカラオケボックスに幽閉状態のみ、ここは聞きましょうか。よし。ではここからは、過去に起きた代表的な日本人幽閉問題を、簡単に振り返っていくぜ。よろしく。まず、日本人選手の幽閉問題が初めて大きく取り沙汰されたのが、本田圭佑のケース。圭佑本田来たー。2010年1月、本田圭佑は、ロシアの強豪クラブ、チェスカモスクワに移籍するんだが、所属中、同クラブが本田に付けた移籍金が高額だったため、様々なクラブからオファーが舞い込むも成立せず、4年間の契約を満了する形で、ようやく次のクラブへのステップアップが可能となったんだ。契約満了しちゃうと、タダで選手を放出することになっちゃうから、通常のクラブなら、契約中に他のクラブに売り出すのが普通なのに、チェスカモスクワは、きっちり4年間拘束したと。ああ、当時のチェスカモスクワは、かなりの資金力を有するクラブであったため、不動の存在であるホンダを、ちょっとやそっとの金額では、他のクラブに売り渡さないことを決め、結果、ホンダは同クラブに幽閉されてしまうんだ。ちなみに、当時のチェスカモスクワは、世界一脱出が難しいクラブと言われていて、ホンダ以外にも、脱出に手こずった選手もいる。何も日本人に限った話じゃないと。ああ、契約を満了したホンダは、2013年12月にイタリアの超強豪クラブ、ミランに、フリーで移籍を果たすんだが、ホンダはこの時点で27歳となっており、サッカー選手としてピークの年齢と言われる、22歳から26歳の期間を、欧州の中堅リーグである、ロシアリーグで過ごすことになってしまったのは、かなり悔やまれるところでもある。そもそも、ホンダはなんでロシアに行ったのよ。ホンダがチェスカモスクワに入団したのは、先ほども言ったように2010年1月のこと。この時期のホンダは、日本代表には呼ばれていたものの、同年の6月に行われるワールドカップ。その本戦メンバーに選ばれるには、ちょっと微妙な位置にいたんだ。ホンダにもそんな時代があったとは。そして、当時のチェスカモスクワは、欧州ナンバーワンのクラブを決める大会、チャンピオンズリーグの出場権を持っていて、ここで活躍できれば、本戦メンバー入りを確実なものにできると、ホンダは考えた。ホンダの一世一代の賭け来たこれ。そして、ホンダは実際にこの舞台で活躍、見事2010年ワールドカップへの出場も勝ち取り、この大会でも大活躍、日本サッカー界のレジェンドとしての道を歩み始めることになるんだ。今のホンダがあるのは、チェスカモスクワのおかげではあるけど、それはそれで、かなりの代償があったってわけか。そういうことだ。さて、続いての事例だが、それは、2019年の中島翔也のケース。ほうほう。時は、2017年の夏。当時、FC 東京所属の中島翔也が、ポルトガルリーグのポルティモネンセというスモールクラブに移籍。彼は2017年2018年シーズン、ポルトガルリーグで10得点12アシストを記録し、欧州の名だたるクラブが、次々に触手を動かすほどの大ブレイクを果たすんだ。中島来たー。中島翔也は、後に日本代表の10番を背負うことになる、日本の至宝とも言うべき存在で、多くの日本のサッカーファンが、彼のステップアップを期待したんだが、中島はクラブに、4000万ユーロという桁違いの違約金を設定され、欧州の5大リーグに所属する、多くのクラブへの移籍が取り沙汰されたのにもかかわらず、ポルティモネンセから身動きが取れなくなってしまうんだ。当時の中島の市場価値は、約20億円程度とされていたんだが、ポルティモネンセは、その倍以上の値段をつけていて、結果的に彼は、2019年2月に、無尽蔵のオイルマネーを持つ、カタールのアルブハイルに移籍。この時の移籍金は、3500万ユーロとなっており、この記録は日本人選手においては歴代1位の額で、未だに破られていない、破格の大型移籍となった。金額面はすごい移籍だけど、中東のリーグに行くことになったと。ああ、ただ、アルブハイルは、
古代リーグの一角であるフランス、そのリーグに所属する強豪クラブ、パリ・サンジェルマンとオーナーが同じで、この移籍劇の内情としては、パリ・サンジェルマンが中島の獲得を希望、アルブハイルというクラブを経由して、将来的に、パリ・サンジェルマンでプレイさせるというプランがあったという。なんで中東のクラブを経由するのよ。サッカー界には、身の丈に合ったクラブ経営をしましょうという、ファイナンシャルフェアプレイというルールがあり、クラブの収入以上の支出は認められず、オーナーがポケットマネーで、クラブの赤字を補填することを禁じているんだ。ほうほう。このルールがあるため、高額な移籍金を払い、中島を直で獲得することができず、この経由プランに落ち着いたようなんだ。なるほど。ただこれは、あくまで報道レベルの噂に過ぎず、実際、中島がアルブハイルに加入した後、このプランが実現することはなく、アルブハイルは、ポルトガルの超強豪クラブ、ポルトに中島の保有権を 50% 売却。中島は、アルブハイルとポルトに共同保有される形となったんだ。なんか、めちゃくちゃ複雑な事態になってますやん。そうなんだ。その後中島は、中東で半年間プレイした後、ポルトに出され、再びポルトガルの地で、再スタートを切ることになるが、思ったような結果が出せず、日本代表からも、徐々に離れていってしまうんだ。ガーン。まあ、中東のクラブを経由するという、複雑な問題が生じたそもそもの原因は、やはり高額な移籍金の設定があり、これがなければ、スペインやイングランドの地で活躍する、中島の姿が見られたかもしれない。もしもは禁句だけど、日本代表の10番を背負っていた選手だけに、見たかったわねー。ちなみに、このポルティモネンセからのアルブハイルへの大型移籍は、中島の移籍交渉を担当する代理人が、一枚噛んでいると噂されていて、動くお金が大きければ大きいほど、代理人も儲かるため、代理人が違っていたら、また違ったクラブへの移籍劇があったかもしれないな。交渉に当たる代理人の行動によっても、選手の動きが変わる可能性があると。そうなんだ。まあ、日本サッカー史に残るレジェンド、本田圭佑。日本代表の10番として未来を嘱望された、中島翔也。二人とも、日本屈指の実力者だったことから、高額な移籍金に苦しめられたということなのかもしれないな。なるほど。というわけで続いて語るのは、現在の日本代表選手の幽閉問題についてだ。よろしく。まずここから紹介する、最近の事例は二つで、特に一つ目に紹介する事例に関しては、過去に起きた問題に比べると、そこまで大きなものではない。まあ今後、幽閉問題に発展するかもしれない。いわば、目の状態なので、そこら辺を注意した上で聞いてほしいんだぜ。わかったわ。さてその一つ目は、デンマークのブレンビーというクラブに所属する、22歳の新星、鈴木唯人のケース。ほうほう。鈴木は、2023年2024年シーズンに、同クラブに所属すると、そのシーズンに、公式戦32試合で11ゴール10アシストを記録。デンマークで大ブレイクを果たし、今夏にもステップアップの噂がある選手なんだ。来たこれ。鈴木の市場価値は、現在約10億円程度とされていて、今夏には5大リーグの一つである、ドイツリーグのフライブルクから、約10億円でオファーがあったんだが、ブレンビーはこれを拒否。なんですと。ブレンビーは、20億円以上のオファーでない限り、鈴木の売却についての話し合いはしないと。鈴木の市場価値の約2倍の価格設定にしていることを明らかにしている。なぬ。現在、サッカー界では移籍金の高騰化が進んでおり、20億円は決して高い額ではないが、高騰化が進んでいるのは、あくまで一部のリーグだけの話で、デンマークの日本人選手につけられた値としては、なかなかに破格とも言える額。でも、まだ22歳だし、ここから活躍して市場価値を上げていけば、実力で、それくらいのオファーを勝ち取れるかもしれないわね。もちろんその通りで、現時点では夏の移籍市場も閉じていないため、もしかしたら今夏、20億円以上のオファーが舞い込むかもしれない。そうよね。ただ一つ懸念点があるのは、デンマークリーグ、そしてブレンビーというクラブが、日本人としては、ほとんど未知のものであるという部分。確かに、デンマークリーグってあんまり聞かないわね。幽閉の心配が拭いきれないのが、日本人がデンマークからステップアップした実績がないという点が大きく、例えば、古くからステップアップリーグとして有名なオランダリーグ、近年、日本人のステップアップリーグとして、一大ブレイクを果たしているベルギーリーグなどであれば、心配は必要ないのかもしれないんだが、前例がない上に、市場価値の2倍の価格設定をされると、ちょっと心配か。そうなんだ。
とはいえ、鈴木優人がステップアップを果たしてくれれば、日本人選手のステップアップルートが新たに開拓されるので、それを期待して、彼の動向を見守っていきたいんだぜ。頑張ってくれ、鈴木。さて続いての二つ目の問題は、ドイツ2部リーグのクラブ、デュッセルドルフに所属する、日本代表の常連選手である、田中碧のケース。ほうほう、田中は2023年の夏に、同クラブを退団し、ステップアップをしたいと希望。ライカに契約が切れ、フリーで手放すことになってしまうデュッセルドルフも、少しでも移籍金を残してほしいと、田中の移籍金を大幅ディスカウント。現在、代表選手としては破格の、約4億円という価格設定となっているんだ。ふむふむ。しかし、去年から今に至るまで、田中の移籍話が進展することはなく、日本のサッカーファンたちも、この事態に首をかしげることになる。となると、田中のパフォーマンスと、移籍金の設定がまだ釣り合っていないかもしれないと。まあそういうことになるんだが、今回に意外な事実が判明することになる。それは何よ？実は、田中の代理会社が、一切仕事をしていない可能性があることが判明したんだ。なんでサボってんのよ。まず、大きい遺跡であればあるほど、代理会社に入るお金も変わってくるんだが、田中の場合は、大きな遺跡に発展する見込みがないため、代理人は興味を持っておらず、仕事に力を入れていない可能性があるらしいんだ。何よそれ。そのため、今回に田中は代理会社を変えることにしたんだが、法律上の問題から変えることができず、かなり特殊な形で、クラブに幽閉される事態となってしまった。ちなみに、田中が利用している代理会社は、これまでに多くの日本人選手が利用してきた、実績のある会社なので、なぜ今回、こんなことが起きてしまったのか、それがかなり謎なんだ。まあ真相はやぶの中、あくまで報道レベルの話ってことね。そうだ。まあこのように、クラブの思惑と、代理人の手腕などが複雑に絡み合い、こういった幽閉問題が生まれてしまうんだが、できる防衛策としては、やはりステップアップの実績のあるリーグに行くのが、一番の安牌だとは思う。さっき言ってた、オランダやベルギーのリーグね。そうだ。ちなみに、中島が所属していたポルトガルリーグは、5大リーグへのステップアップリーグとして機能している一方で、そのリーグレベルの高さから、ビッグクラブに狙われやすく、簡単に選手が引き抜かれないように、クラブは選手の移籍金を高めに設定する傾向があるという。日本人の場合は、ポルトガルリーグからのステップアップのハードルはなかなか高そうだと。そうだ。まあ、リーグを選べるくらい、複数のオファーが来るのが一番の理想なので、国内の有望選手たちは、駆け足で欧州移籍を決めない、というのも今後必要になってくるかもしれないな。なるほど。欧州で活躍する日本人選手が増え続けると、こういった問題も起こりやすくなるかもしれないが、大きなトラブルが起きないことを願って、今日は以上にするぜ。マリサ、わかったわ。何がだぜ。とにかく、私も幽閉状態から脱出できるように、あがいてみようと思うのよ。ちなみに、小室ファミリー入りが近い霊夢は、主に何の曲を歌っているんだい？まず津軽の花でしょ。あとは道のく一人旅、ノロマ大賞、そして予作、祭り。霊夢が北島ファミリー入りする前に、今日はおしまいにするぜ。よかったら、チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。